い、ビラ全然減ってねえじゃねえか。やる気あんのかよ。ごめんなさい、なかなか受け取ってもらえなくて。だったら男の手引っ張って連れてくるんだよ。それで無理なら路地裏でスカートでもめくってみせろ。そんな。できねえなら練習しろ。ほら今やってみろよ。ほらどうした、できねえのか。ヤクザ直営のメイド喫茶に潜入した結果、俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘の若頭だ。今日は情報収集のために街に出ている。新しいしのぎの参考にするためだ。新しいしのぎとは？こんにちは、いかがですか？ありがとうございます。メイド喫茶だ。今の時代ヤクザも何でもやるようになって、いろいろなしのぎがある。価格相場はこんなもんか。ターゲット層は？お願いします。おい、ほら。メイドを焚きつけてんのか。なるほど、ここはヤクザの直営だな。俺がやるなら運営は片木に任せて表には出ないがな。まずいまずい、この辺は土蜘蛛の島じゃねえからな。よその島で面倒事は避けたい。この店に行ってみるか。敵情視察だ。メイド。お帰りなさいませ、ご主人様。おお、なんか落ち着かねえな。こちらにどうぞ。有ヶ谷がメイドだったらこういう店も通ってもいいんだけどな。ご注文はお決まりですか、ご主人様？この声どこかで。とどろきじゃないの？ね、有ヶ谷。こいつは有ヶ谷ゆき、いつも俺の邪魔をしやがる丸棒の女刑事だ。まさかこんなところでまで会うとは。この女すっげー、有ヶ谷のメイド服、これはいいメイドの土産になるばい。どうしてここに？お前こそ、なんだその格好は。これは事情があって。そんなことより、トドロキもこういう店に来るのね。勘違いすんな、新しいしのぎの参考にするためだ。なんですって？まさか、ここの悪事に土蜘蛛も加担してるんじゃないでしょうね。は？何のことだ。知らないの？この店はかなり悪質よ。教養。この店はヤクザの直営店なの。売り上げが丸ごとヤクザの資金源になっているわ。最近じゃメイド喫茶やら地下アイドルやらを運営してしのぎ稼ぐ組もある。別に珍しい話じゃないだろ。それだけじゃないわ。お客を脅して高額な料金を取っている疑いがあるの。近頃多いのよ。よそでは事件化した例もあるわね。なるほどな。こういう街にいる連中は金も持ってるだろうし、断るのも苦手そうだ。金になりそうで抵抗しないターゲット層として目をつけられてんだな。こういういわゆるコンセプトカフェは営業方法が不衛法に違反している場合もあるわね。ぼったくりやってる店は荒稼ぎして頃合いを見たら店畳んですぐ次を出すからな。飲食店なら手続きから2週間程度で開店できるが、風俗営業許可を取ると開店まで2ヶ月くらいかかっちまう。出店場所も制限されるし、もろもろの不都合があるんだろう。この店も風俗営業許可は出ていないわ。例えば女性が特定のテーブルについたりするのは認められないわね。それでメイド服着て潜入捜査ってわけが。仕事だから仕方なくよ。捜査だからってこんな格好、屈辱だわ。結構似合ってるぜ。毎日それだったら犯人も油断して逮捕できるんじゃねえか。あ、人をミニスカポリスみたいに言わないで。は、まさか接客で男に密着したりなんかしてねえだろうな。一応新人メイドで研修中ってことになってるの。仕事は注文取りだけよ。そうか。もう戻らないと怪しまれるわ。注文は早くしなさい。おう、じゃあこのおねむのクマちゃんオムライス、ケチャップでお絵かきパフォーマンス付き。なんだこのネーミングは。おねむのクマちゃんオムライスですね。かしこまりました。ったく、こんな愛想のないメイドがいるかよ。それにしても警察に嗅ぎつけられてるとは、この店も下手打ったな。ま、よその組が何しようと俺の知ったことじゃねえがな。どうかされましたか、ご主人様？ああ、トイレに。でしたらこちらです。おい、何勝手に戻ってきてんだよ。客引っ張って来られねえなら戻ってくんな。見回りの警察に怒られちゃったので。そんなもんうまくごまかせ、使えねえな。ったく、ビラも全然減ってねえじゃねえか。
やる気あんのかよ。ごめんなさい、なかなかもらってもらえなくて。だったら男の手引っ張って連れてくるんだよ。それで無理なら路地裏でスカートでもめくってみせろ。そんな確かになかなか悪どいことやってんな。なんなら今やってみせろよ。えスカートだよスカート。ほらどうした、できねえのか給料泥棒が。あなた何をしてるんですか。ありがや、てめえ新入りじゃねえか。なんだその目つきはよ。逆行きは条例違反じゃないですか。そいつをかばったつもりが。だったら代わりにお前が行ってこいよ。同じようにして客引っ張ってこい。おれてめえは俺戻れ。でもほら、私は大丈夫、行ってください。ごめんなさい。ほらお前も早く行け。パンツでも胸の片っぽでも何でも見せて男引っ張ってくんだよ。できません。はぁ、簡単だろうが。なりふりかまってるんじゃねえよ。何やってくれてんだてめえ。いったー、とどろき。誰だてめえ。お客さん困りますね。ちょっとこちらにおいで願えますか。暴行。あの新入りがそんなにお気に召しましたか、お客様。ほら、なんとか言えよ。くそ、有ヶ谷のことでとっさに飛び出しちまったが、よその島でやらかすのはまずかった。ん？あんた、どっかで会った？道端でうちのビラ受け取ってた男だろう。いや、そうじゃない。前にどこかで。正体を知られるわけにいかねえ。何のことでしょう。それにしても、こんだけ殴られて泣き言の一つもなしか。まあ、肩気にしちゃ根性あるじゃねえか。だったらこれでどうだ。さて、帰りだけ落とし前つけてもらうぜ。こっちはてめえに手ひねられてっからな。慰謝料なり治療費なり請求させてもらわねえとな。有金全部出しやがれ。出すまで返さねえからな。そこまでよ、警察です、全員動くな。新入り有ヶ谷、暴行罪および恐喝罪で現行犯逮捕します。他にも余罪がありそうね。話は署で聞くわ、変更する。ち、札が潜り込んでやがるとはな。へえ、女の一人くらいすぐ黙らせてやる。抵抗する気、公務執行妨害ね、容赦しないわよ。ギャつえ、おとなしくお縄につきなさい。有ヶ谷すまれ、今日は助けられちまったな。別に助けたわけじゃないわよ。け、素直じゃねえな。だって助けられなかった。あ、連れて行かれるあなたを見ても何もできなかったわ。あそこで警察だとバレるわけにはいかなかったから、あなたが殴られるのを止められなかった。有ヶ谷、わかってるさ、気にすんな。あいつらを逮捕できてよかったじゃねえか。これでメイド姿も終わりだな。本当ね、こんな格好二度とごめんだわ。お前がメイドやってるなんていろいろ問題だからな。お前みたいな目つきの悪いメイド、客がビビって帰っちまうだろ。お前は俺の女だ、他の男に触らせてたまるか。え、他の男に触らせたくない。あれ、それに誰があなたの女よ。しまった、本音と建前が逆に出てた。嬉しい、他の男に触らせたくないですって。はっ、ダメ、トドロキはヤクザなんだから。落ち着け、麻袋署のマスコット麻袋を数えて落ち着くなよ。嫌そうな反応。メイド検査でドキッとさせられた女刑事とヤクザであった。コミックス予約受付中、買ってくれたら好き。詳細は概要欄にあるぞ、チャンネル登録も忘れずにな。